泳ぐ。よろしくお願いします。おなんだ、ジジイが俺らに喧嘩うんのか。てめえ、ジジイに脅かされて逃げてきたってなんだよ。ジジイに邪魔されたので。ジジイどもはみんなでいたんです。だったら何なんだガキ。おジジイ、坊やたち早く蹴んなよ。さようなら。あれ、どっか行っちゃったよ。若いやつが気にならないのも分かるけど、今は昔みたいなヤクザもいねえから。分かりましたよ、刑事さん。全員逮捕。俺たち古いのかな。古くていいじゃねえか。龍蔵と7人の子分たち。義理も人情もあらしねえや、まったく。